はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はエズリアルを使ったデッキを作ってきました。はい、このデッキを作った経緯なんですが、ランクマッチでね、潜ってたらなんかすげえ面白いデッキに出会って、エズリアルを無限に出していくという風な形で暗黒の時で、一気にフィニッシュ決めていくみたいな形のデッキだったんですよね。自分が対戦した時、負けましたけど、はい、そのようなデッキと出会ったので、まあ作ってきました。まあこんな感じじゃねえかなと思って作ってきたんですけど、まあ回してみた感じ結構癖があって難しいかなっていう風な感じもありますが、まあ使ってても楽しいという風な感じでしょうか。はい、まあ、デッキの内容は概要欄に書いてありますが、行っていきたいと思います。記憶が3、ビーム3、貴族3、おもちゃ箱2、ショット3、おぞましき3、エゼリア3、フェンサー社2、モドキ2、トライタ3、ショック3、悪劇1、つなぐもの3、復讐2、時に破滅2という風な感じになっています。使い方などは動画を見ていただければわかると思うので、それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手は、ラッラックスナッパという風な感じですね。まあこれあれだろうね、ポロでしょうね、どう見ても。うん、これでポロじゃなかったらこれはちょっと何ってなっちゃうから、これは 100% ポロだと思うんです。まあここは普通に、アタック通しちゃっていいかなと思いますねと思ったんですけど、やっぱちょっとユニット破壊しておきましょう。はい、うん、しっかり破壊していった方がいいかなと思いますね。うん、まあやっぱりポロなのでお相手はね、まあ次自分は動くことできないので、なるほど、ジジ出てくると、ハゲ出てくると。ならハゲの方に押すときはよかったかな。まあまあまあいいや。で、エズ引けると。まあここはパスしましょうか。はい。特にお相手がユニットなんか出してきた返しに、出していけばいいかなと思ったんですけど、特に出さないという風な感じですね。ミスティック引けたのは偉いですね。なるほど、もう6ターン目からポーロラ使って、おっちゃんにバフかけていくと。サーバーキーボと言ってるので、ここは取っていきましょう。はい。お相手結構分回りっすね。うん、いい感じに分回ってますね。まあここは普通にエズリアル出していきましょう。はい、見に行こうぜ。で、勇気のポロと、まあここは普通にぶち当たりに行って、勇気のポロをミスティックショットで取っていく。まあお相手多分ね、ポーロのおやつ使うと思うんですけど、まあ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 打点を入れていくっていう風な感じでね、いいかなと思いますね。うん、でハゲが来ると、ここじゃあ打ちましょう。で、特にここで、果たし合いとかで取られてもいいので、この場合はね、うん、まあポロのおやつを使っていくという風な感じですね。まあまあそれだったらいいと、うん、発射と言ってもらって、で一応エズリアルはなくなってもらっていいので、このデッキはね、守るためのエズリアルじゃなくて、なくなってもらうためのエズリアルなので、うん、まあ湧いて出てくるとしたらラックスなのかなと思いますし、まあラックスに対しては復讐かミスティックショット打った後に、ポーロ、うん、まあここはじゃあ普通に、ブロックユニットを出しておいた方がいいかなと思うので、そうですね、ワンモード出しましょう。はい、でここは、エズリアル、はなくなってもらっていいので、オッケーオッケーオッケー。でここは普通にブロックと、まあお相手はポロのおやつでバフをかけていくと。オッケーオッケーオッケー。まあ普通に、ミスティックで取っていきましょう。チャージ完了、チャージ完了と、はい、言ってもらって破壊してもらうと。で、エズがまだ4か。でももう4だね。もう4なので、ほとんどいい感じですね。ここ普通に、エズリアル出していって、ミスティックショットでこいつを取っていく、ハゲを取っていこうという風な感じですね。で、暗黒の時も引けたので、ここはいい感じですね。まあ、お相手、何してくるか分かりませんが、果たし合いとかあるのかな？果たし合いと。まあ、ここの果たし合いは特に、まあ、復讐とかで取る範囲でもないかなと思うので、先生、ここ OK しましょう。はい。まあ、ここはパスしましょうか。そして、パスしましょう。まあ、相手の動きを見るっていう風な感じで、ポロと、ちょっと横に広げられるのちょっと嫌だなっていう風にも思ってて、今。まあ、しょうがないか。ただ、ちょっと顔面が持つかなっていうのもあるので、ちょっとやばいな。止まんなくなってんな、ワイト。ここを、破棄しよう。で、手札増やそう。ドローします、ドローします。で、貴族、ユニット引けたの偉い。ユニット出しましょう。うん。ユニット出して、このハゲ取りましょう。はい、このハゲ取ります。これでいいっすね。よしよしよし。で、一応、まだまだか、ただ。ちょっとね、遅いなーっていうのもあるけど、復讐もう一枚引けると。明かりをつなぐもの出していって、一応ブロックかましつつでいいかなと思いますね。秘密がないなら怯える必要はない。なるほど。まあここは、つなぐもの出しましょう。はい。まあここのエズリアルももう、なくなっていいかなという風なラインではあるので、魔法は根絶やし。
まあ、しっかりとブロックかましていけばいいかなと思います。特に何遍も言ってますが、エズリアルが大事っていうわけではないんですけど、あぶねえ、あと3点。オッケーオッケー。ただね、エズリアルが大事だってわけではないですけどって言ってましたけど、ここまで来るとちょっとね、これね、やばいなっていうのがあるんだよね。まあ、返済者でユニット増やしましょう。はい。まあ、エズでぶち当たりに行って、中間で入れてくる。ナッパに対して入れていく。そうだね、ここは OK しましょう。OK するしかないので。で、このおばさんもらったとてって話なんだよな。か、ポロもらおうか。ポロもやって、行きましょう。うん。ポロもらって、ポロ増やそう。はい。これエフェメラルつけますけど、ここでポロがね、ユニット増えるので、これでいいっすね。で、このターンで、まあ、スペル、系を引ければ、悪撃引けたの偉い。オッケーオッケー。復讐で、取りつつ行きましょうか。まあ、ポロだけブロックしとけばいいかなと思いますね。怖いポロだけポロブロックして、行きましょう。はい。で、ここで、まあ、バフかけられて取れなくなるっていうのも嫌なので、そうですね。ここは、こっちの方がいいかなと思いますね。ポロのやつがあるので、いや、こっちだね。で、こっちにして、復習で取っていくという風な感じですね。 OK、 いけ。まあ、まだ耐えられてるっていうようなラインですね。一応ポロのやつ1枚ぐらいだったらまだかわせるラインなので OK。 うん、見失わせ。はい、 OK で、レベルアップ。うん、まあ、正直なところ、ここでユニット全部破壊されてほしかったなっていうのが、ね、なところなんですけど、守護者と、特に守護者の、回復は関係ないかなっていうラインなので、ここはもう暗黒の時をぶち抜いていきましょう。はい、暗黒の時を打っけば、エズリアルが、そこまで出てこねえんだ。そこまでエズリアル出てこなかったんですけど、まあ、ここでぶち当たりに行って、で、4点入れていく。ポロラユニットを並べていくと、お相手も次のターンには勝っていこうという風な算段かなという風にもありますが、まあ、ここは普通に2424でぶち当たりにいきましょう。これですね。はい、まあ、あの、果たし合いがあったらちょっと嫌なんですけど、 OK、 ヤッフォーと言ってもらって、いいね。うん、でミスティックショットでここを打って6点入っていくと、チャージ完了と。はい、OK。で、一応、お相手が、もう、果たし合いとか何もなければ、ここのキノコパーティーバーストでぶち抜けば、勝ちっすね。2点、4点、これで1点で4点稼げるので、これで、4点。いってこい、エズリアル。はい、はい。んで、OK、GG。ありがとうございます。イエス。はい、マッチングいたしました。お相手は、魔王界のチラスというニーディープですね。まあ、ここは普通に、これでいいかな。エズリアル持ちつつ、これでいいっすね。うん、行きましょう。まあ、どうなんだろうね、このデッキ。ちょっと回していて、あまりそんな強いような感じはしないかなっていう風に個人的にはあって。まあ、しっかり序盤は、まあ、ユニットをね、破壊していく、うん、動きをかましていけばいいっていう風なのは、まあ、わかると思うんですが、まあ、ただね、ファストスペルがそこまで、この地域、少ないので、ちょっとそこがね、弱い点かなという風に個人的には思ってますね。やっぱりファストスペルがないとエズリアルちょっと厳しいなっていうのもあるんですけど、うん、ここは特にアタックする必要はないかなと思ってるのでパスト。はい、やっぱファストスペルが、ファストじゃない、バーストか、さっきからファストって言ってますけどバーストでした。はい、すいません。バーストスペルがね、ないので、この地域ね、ここはしっかりとおぞましきで取っていきましょう。うん、まあ、しっかりユニットを取っていきつつ、場面を序盤整えていくという風な動きでいいんじゃないかなと思いますね。お相手はサルベージをかましていくと。まあね、ユニットを、結構出してほしいっていうのもあって、まあ、こっちはね、このレベルアップ条件を貯めていかなきゃいけないっていうのもあるので、しっかりとね、うん。で、ここは3、4ターン目、エズリアル、普通に無事着地できるラインなので、ここは出していきましょう。ただ、死んでいいのでね、ここの、今回のエズリアルっていうのは、まあ、結構、普通の、まあ、エズリアルカルマとか使ってるとやっぱ死なれたら困るなっていう風なラインなんですけど、今回のエズリアルはそうじゃなくて、死んでもらって、ここのつなぐもの、暗黒の時とかでね、
出てきてリーサルを決めていくという風な感じのエズリアルなのでね、うん、蘇生型エズリアルと言えばいいのかな、まあそんな形なのでね、はい、深海の目と、オッケー、まあここは普通にワンモード出しちゃっていいかなと思いますね。うん、でエズはそうやって取られていくと、まあここは、ミスティックで取っていきましょう。チャージ完了、はい、言ってもらって、OKOKOK で、ワンドローを決めていくと、相手は。まあ、このあとは4311でぶち当たりに行く前に、普通にここ、捉えたで取ってもいいなっていうラインでもありますね。そうですね、一回捉えたで打ちましょう。捉えた打って、お相手の、デメキンを取っていきましょう。まあ、その動きに対してお相手が何かしらあるかもしれませんが、まあ、2枚目の、そうですね、エズリアルがいるので、特にいいかなと思います。はい、まあ、ただここ2枚目のエズリアルは出す必要はないかなと思うので、まあ、ここで6点入れていくという風な感じですね。でお相手は1マナでバーストと、まあ、お相手ディープ状態に入りますが、まあ、これは一気に、ね、ワンターンキルを決めていくような形なので、まあ、ここエズ出しときましょう。やっぱりちょっとこのつなぐものが見えてるので、つなぐもので、また出していきたいっていう形もあるのでね、まあ、ちょっと除外されたら嫌だなっていうのなんですけど、復讐今引けたので、そこに関しては大丈夫かなというふうに思います。 OK、 まあここは普通に復讐で取るっていうのはありかなと思いますね。ただつなぐもので横に広げときましょう。はい、これでいいですね。うん、まあ2体目のエズリアル出していくと、おお、お相手もいるんだ、すごいね。完璧に取っていくという風な形ですね。ただ次のターン普通に4410点入っていくという風な形なので、結構お相手の敵には厳しいんじゃないかなって、10点もらうのは厳しいんじゃないかなと思いますが、やっぱりそうですね、10点もらうのは厳しいかっていう感じで、こういう風に来て、うん、はい、でここは普通に、ノータイムでアタックしていけばいいかなと思うので、ノータイムでアタックと、はい、ここはアタックと。ただお相手は、なるほど、悪撃で取ってくるという風な感じですね。じゃあまあ暗黒の時まだそうですね、レベルアップ条件も整ってませんし、特にいいのかなと思います。まあお相手ユニットをちょっと出してほしいなっていうのもあるんですが、特に出さずにサルベージと、まあ一応勝ち筋としては、暗黒の時もありますし、結構今いい手札なんじゃないかなと個人的には思ってます。うん、でここでキノコを、まあお相手がノーチラス出してきたタイミングで、キノコを入れてしまえばいいので、で編纂者を来てくれてるので、特に悪くない手札です。まあお相手はユニットを出さなきゃいけない場面ですし、 OK、 ノーチラス、まあここに対しては復讐、はい、しっかりと復讐で取っていく。 OKOKOK でお相手は何を出してくるか特に出さないので、じゃあ自分は編纂者で、ワンモードリサイクルして、キノコを入れていくという風な感じでいいですね。でお相手デッキ7枚という風な形なので、もうキノコだらけにしちゃえばほとんど勝てるんじゃないかなというふうにもいけますね。うん、まあここでワンモードのね、このキノコが輝いていくっていう風な感じでもあるので、 OK、 ここで残り2点まで減らしたのは偉いですね。 OKOKOK、 まあほとんどもう勝ちじゃないかなと思いますね。お相手のデッキ6枚に対して、キノコがねほとんど20枚ぐらい近く入っていくので、うん、勝ちなんじゃないかなと思います。深海の目と、まあここは普通にキノコパーティー入れましょう。はい、うん、キノコパーティーで沈めていくプランでいいかなと思いますね、個人的に。単純計算で4個、1ドローに対して4個入っていくっていう風な感じなので、でここ深海の目をお相手出しちゃってるので、そうですね、うん、まあアタックした時にドローのタイミングで入るかもしれませんし、今のタイミングでも入るという風な感じで GG、ありがとうございます。はい、マッチングいたしました。お相手はスレッシュアッシュという風な感じですね。ここはエズリアル持ちつつでいいかな、かこの偏差者エズリアルっていう風な動きを見ていきましょうか。お相手序盤整えてくるのかな、捉えたも一応も、いや、いらないな、これでいこう。うん、エズリアルはなくなってもらっていいユニットなので何遍も言ってますが、 OKOK、 ここの、動きが見えるのはいいですね。うん、いい感じで、あとは暗黒の時とか引ければいいかなと思います。で、お相手も一発凍結型なのかなと思いますし、まあ前回、前々回かな、わかんないけど、その時に、紹介した多分デッキの形には見えるよね。まあなので、まあそこに対しては今、回答が破滅というものがあるので、それはいいかなと思いますが、エズリアル2枚目、エズリアル出しちゃっていいかなと思ってますね。エズリアル出しましょう。はい。見失せ。はい。まあここは悪撃あるなら、悪撃打ってこいという風な感じなので、
悪役ではなかったと。まあ、ここは、ミスティックショットで外していきましょう。一応バフかかるカードは入ってないと思うんだよね。オッケーオッケー。まあ、ここでミスティックじゃねえわ、エズリアル2枚目ね、消えてしまいましたけど、まあ編纂者で増やすか、いやただこれでいいの、うん、ハッタリじゃないぜと言ってもらって、2点入っていくと、1点か、1点入っていくと、うん、まあお相手ここは何も出さないでしょうという風な感じなので、ここじゃ顔面に打ちましょうか、まあ、ハッシャーと入ってもらって、OK と、で、アッシュが出てくると、OKOK。特にアッシュが出てきたとてっていう話なので、暗黒の時も引けましたね。いいっすね。まあ、ここは、OK しましょう。はい。で、スタティックショックで、入れていくとだと思います。OK。で、貴族引ける。まあ、貴族ここ出しときましょうか。そうやったら、1マナあるのでね。まあ、湧いてもそこまで動いてこないと思うんだけど。あ、おぞましきでそこは取っていくと。OK、OK。まあ、一応ね、対象が増えてくれたっていう点でいいのかなと思いますね。はい。まあ、お相手悪撃あるなら悪撃打ってこいというふうな感じなので、特に悪撃、ああ、凍結ね。OK、OK。まあ、OK しましょう。まあ、普通にここはスタティックショックで、お相手のユニットを取っていきましょう。まあ、スタティックショックで、これでいいね。うん。まあ、スタティックショックで、2点と。まあ、ビームを本当はこっちにやりたかったんですけど、ただ、そうだね、ちょっと、まあ、こっちにしましょう。なら、こっちに1点入れとけばよかったかなっていうふうにも思いますけど、まあ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 、いいかなと思いますね。はい。で、OK と。一応、破滅があるので、お相手のね、一気に、出してくる暗黒の時とかも怖くはないかなと思ってるラインなんですけど、スレッシュと。じゃあ、ここは、復習で取りましょう。はい、復習で取ります。まあ、普通にね、スレッシュは復習で取っていっていいかな。まあ、ここブロックしときましょう。次の動きで、エズリアル出して、エズリアルからの、まあ、ミスティックショットで取れるので、そうですね、ここは行きましょう。一撃必殺ってね。はい、行きましょう。うん、止められないぜ、と、はい、言ってもらって、で、2点稼いでいくと。で、明かりをつなぐもの。OK。たんだけど、ここはまあ普通に打っていきましょうか。こっちじゃねえな、こっちだね。一応いるのでブロックユニットが、はい、こっちですね。貴族出してでエンドと、うん、とりあえず動き的にはいいで、ミスティックショットも引けたのは大きいですね。まあ相手はどういう風に、来るか。何を打とうとした？暗黒の時。なるほど。暗黒の時で出てくるのが、結構嫌なラインですね。まあ、一回 OK をしときながら行きましょうか。OK をしよう。アッシュを取りつつでもいいかなと思ってますね。ただ、フラッシュフリーズがあった際に、めんどくさいことになるんだね。いや、破滅打ちましょう。はい、破滅打ちます。これでいいですね。破滅打ちます。まあ、これで OK と。で、次、つなぐもの出して、はい、まあエズリアル出してという風な感じですね。でビオグと、まあここはオールインしていいかなと思うのでオールインしましょう。で彼岸と、まあここちょっと対象消される前にミスティックショットでダメージ、これで、レベルアップをかませるかなという風な感じですね。もう1枚彼岸ある。あスタブね。オッケーオッケー。まあここでレベルアップできたっていうのが大きいので、はい、よしよし、いいね。まあ、ここから逆転できる。あ、まあ、ここでレベルアップするから、1点入んのか。いいっすね。で、ここで4点稼げるという風な感じですね。そもそも、そもそもっていうか、4点を稼いでいくと。よし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 。いい感じじゃない？エンドと。まあ、一応、お相手一発逆転型なので、ここで、そうだね、暗黒の時とか打たれたら、大変なことになってしまう。ですよね。うん。まあ、お相手がどれが出てくるか、にもよるんですけど、アッシュ5体。じゃあ、ほとんど止まるね。ほとんど止まるので、ちょっとこれきつくなってきたね。ブロックできなくなるんですよ。4体が。これでユニット出そう。うん。ユニット並べるしかないですね、自分も。これほとんどね、大変なことになってね。で、13点入っちゃうよ。負けか、これ。いや、ワンチャン、おもちゃ箱、今あるので、おもちゃ箱のムーブかませばいけるかなっていう風なラインですよね。かなりの綱渡りなんですけど、まあ一応ブロックしつつ、で、おもちゃ箱見ていきましょう。はい。おもちゃ箱でここ変えていくと。
で4点入っていく。え、頼む。あーくっそく最悪、何ももろくないわ。惜しかった。はい、試合の方はどうだったでしょうか。最後の試合、ちょっとよくよく自分編集して思ったんですけど、エズリアルこれ殺さないといけないのに、全然エズリアル進んでなかったですね。なんか逆に守ってましたね。多分ああいう動きじゃいけないんだろうなっていうのはありますね。しっかりとエズリアルを、倒してもらって、そこに対してつなぐものとかで、ね、出てきて、で最後暗黒の時で、盤面にエズリアル5体とか並ばせて一気に決めていくみたいな感じだと思うんですよ。なのでやっぱりエズリアルは、まあ、最初のうちにも倒してもらうっていう風な形で動いていった方がいいのかなと思いますね。自分の動き方は、最後の試合の自分の動き方は、間違いでありますね。なので負けたのかなという風な感じでもありますし、まあ、そこら辺はね、プレイングは難しいと思いますが、皆さん、もしよかったらね、このデッキ真似してみてください。あと明日ちょっと生配信やろうと思ってるので、その時にこのデッキ使おうと思ってるので、もしよかったらね、生配信の方も見ていただければなというふうに思っています。はい、今回の試合が GG と思った方がいれば、高評価チャンネル登録のよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ。